元日本代表 FW 佐藤久都と元日本代表 DF 内田篤都氏がスポーツチャンネルダズンの内田篤とのフットボールタイムで北中米ワールドカップ W 杯アジア最終予選のバーレーン戦をプレビューした。9月5日に行われた北中米 W 杯アジア最終予選の初戦で中国代表に7対0と圧勝した日本は11日現地時間10日 の第2戦でバーレーンと対戦する。今年のアジアカップでもバーレーンと対戦したが、この時は日本が3対1で勝利している。その後、クロアチア出身のドラガン・タラジッチ監督が就任したバーレーンは、アジア2次予選を2勝2分と負けなしで通過。そして5日の最終予選初戦では、敵地でオーストラリアを1対0で下して勢いに乗っている。 オーストラリア戦は44-2で臨んでいたバーレーンだが、タラジッチ監督は44-2以外にも3421、343と3バックの布陣も使っている。この点では中国戦に3421で臨んだ森スジャパンと共通しているが、内田氏は日本が相手だったらちょっと引いてくるのかな。3バックかはわからないけど、アウェイとホームでだいぶ構え方は変わってくると思いますけど、と相手の出方を予想した。 佐藤氏は、3枚か、4枚かっていうところと、自分が目の前で対峙する選手がどういう選手なのかが変わってくるので、事前のこちら側の選択肢をいくつか持ち合わせていないといけない、と警戒した。一方、内田氏は、ベンチのスタッフはもちろん、選手としても頭に入れておくくらいで、実際には、こっちか、くらいで、そんなにパニックになることはないでしょうね、と楽観的に捉え、 どちらかというと自分たちでボールを握れば、そんなに向こうに合わせることはしなくて済むと思う、と自分たちの取り組みに集中することの重要性を強調した。現地でバーレーン戦を取材するという佐藤氏は、警戒するべき選手として168センチの MF アリマダンを挙げて、ちょっと小柄な選手なんですけど、ライン間で受けるのがうまいのと、クイックに動けてパスも出せる選手なので、早いんですよね。 アジアハイだと、長身194センチのアブドゥラ・ユスフっていう選手をめがけて起点を作ることが多かったですけど、今回は召集外なので、また違ったポイントという意味では、中盤でそういうポイントを作ってくると思います、とアジアカップとは違う戦い方をしてくることを想定した。